いいことメロ、誰が女装したっていいじゃないか。はい、どうもひめ兄です。ということで今回なんですけども、ひめ兄さんのなんだっけだっけルックブック、正解。ルックブックの意味あんま分かってないんだけど、最近ね、なんかひめ兄のこの着てる服ってどこのやつですかみたいなのよく聞かれるんですけど、それがねコメントで結構多くて、まあ今日はそれを紹介していきたいなと思って、うん、では結構聞かれるのが俺の着てるこういう服、サブカル系っていうのかな、こういう水色系とか白系とかの服を俺も好きで結構集めてて、それがね結構どこで買ってんのかなっていう質問が多いんで、まあ、今日はねいろいろ用意しました。下見てみ、これ。あー、もういいですか、見せして。おー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 、あんま置くなよ、バックブックとか、まあ、ということで、まあ、早速始めていきたいんですけど、それではレッツゴー。ということで、まあこれ結構可愛くない？かわいい。もう早速1個目からね。もうかわいいよね。俺身長175センチあるんだけど、175センチの俺でも、うん、やっぱちょっと大きく見えるような、サブカルって結構オーバーサイズなやつが多くて、ね、この上のね、うん、服がねめっちゃかわいくて、上の服フードって言ってくれる？耳もね、こうやってついてて、あ、でもそんな耳ついてるの初めて見た。え、そうなんだ。知らなかった。そうで、これどこのかって言ったら、たまたま見つけて、あのそのままなんか、あ、これは逃したらあかんみたいな、うん、で、受注生産っていうか、あの限定品みたいな感じだったから、うん、どうせ今探しても見つかんないんだけど、まあ、早速そこから紹介するんでね、うん、大丈夫、もっといいのいっぱいあるから。最近はこれ気に入ってね、ずっと着てるからね、うん、かわいいですね。まあまずはね、これ一着ね。で、下がね、オズってところのジャージなんだけど、もうちょっとね、俺飲み行く時もこれ履いたりしてるから、汚いんだよ、コップとか。でもそれと、この上のやつで、うん、セットアップなの？って思うじゃん、これセットアップに見えんじゃん、うん、セットアップじゃないのよ。かわいい。かわいいよね、うん、まあ、いろんなね、組み合わせ方があって、で、このし、じゃあちょっと早速、一旦着替えてこう、上だけ。あ、それでは、レッツゴー。はい、ということで2着目が、まあ、こっちがセットアップになってて、まあ、このオズさんのジャージのセットアップですね。かわいい。これめっちゃかわいくね。だからね、俺これかわいくて、うん、着たいんだけど結構汚すから。汚れそうだね。なかなかね、着ては歩けないんだよね。この下がね、結構万能で、これのね、組み合わせがね、まあ早速上、着替えていこう、うん、はい、ということでね、上だけまた変えたんですけど、これがね、俺のジャージシリーズ3作目、うん、それジャージなんだ。ジャージっていうか、なんだろう、まあ、生地はジャージで、ふわっとした、でもまあジャージっぽい寝巻きというか、ジャージというか、うん、これ、いるいるいる多分ね、こっからね、いるいるいるさんのシリーズが始まるわ。大好きだもんね。めっちゃ大好き。これ結構可愛くない？可愛い。これ可愛いよね。俺の身長でこういう着方ができるのはなかなかない。うん、てかやっぱ小さく見える。あ、だよね、うん、俺も思ったいい。天井手伸ばしてみ。もう届くからねあの、みんなあの映像じゃ分かんないと思うけど、めちゃくちゃ高いのよ、姫兄って。でもそのふわふわ着てるのによって結構ちっちゃく見える。俺だって多分155センチぐらいだと思われてるもん。間違いない。20センチ足らない。かなりちっちゃくはなりたいんだよ、女装してるから。じゃあ次行くか。はい、次はこちら、冬っぽいね。これめっちゃ冬っぽくない？冬っぽい。モコモコしててね、うん、いいんだよこれ。あったかそう。うん、まああったかいな、結構。まああったかいよね。冬に着たらちょうどいいかもしれないな。で、これも上がいるいるいるのやつで、ここのね、羽がね、やっぱサブカル系って感じだよね。これかわいい。かわいいね。だいたい出かけるときはこの下で合わせるな、うん、次行ってみる。はい、ということで何着目か忘れたけど、お化け、お化け型、お化け型。これがね、結構なんか一時期気に入っててずっと着てて、うん、ずっと着てるよね。そう、これはね、リッスンフレーバーってところの、これもね、結構可愛くてね、まあ、なんだろう、これちょっとジャンル違うか、ずっと。でもなんか、まあサブカルってサブカルじゃない。まあ水色ってところだよね。まあ、こっからはこのジャージじゃなく別ので顔だよ、決めていくから。それでは、はい、ということでね、次はこちら。いや、初めて見たかもしれない。これ俺もあんまりというか、ちゃんとこうやって来たの初めてかも。これはね、なんか宇宙にいそうだよな。宇宙系スペース系なんかこういう格好も奇抜で好き で、これは全身ね、いるいるいるさんのセットだね、多分。うんうん、アイドルの衣装みたい。あ、マジ？うん、これ歌ってそう。歌ってそう、踊ってる踊れるわけねえだろやめろ、無茶ぶり。これはな、結構気に入ってんだよ。うん、めちゃくちゃいい。なんか水色系ではないけど、なんか白で、ね、今度ね、これ着て遊びたいんだけどね、汚れるんだよ、うん、なんか酒飲んで遊ぶことしかあんましないじゃん。汚れる服好きでしょ。好きちなみに、この上これなだけで、ちゃんとこの下と合うような服があるんで、うん、
こう動きたい。こう動きたい。はい、ということで、こちら上がね、変えたんだけど、白。なんかまた違う世界観だね。うん、なんだろう、電波系、宇宙系。宇宙系。あ、これ可愛いよね。なんか本当宇宙、またね、うん、こういう服がね、結構好きなんだけどさ。うん、可愛い。可愛いよ。これもないよね、うん、でもこれ自体ないよね。これもいるいるいる。これもそういるいるいる。まあ多分ね、これがいるいるいる最後かな。あ、最後なんだ。よし、じゃあ次行ってみよう。はい。はい、ということでね、次がこちら。見たことありますね。これはね、よくね動画でも着てるんだけど、これは ACDC さんのあのサブカルジャージですね。うん、これかわいい。これかわいいよね。うん、ほんといっぱい種類あって、うん、これも半袖バージョンとか、これの若干白が多いバージョンとか、俺もあと2種類持ってるんだけど、これがね結構最初気に入ってて、サブカルの俺の最初のスタート。後ろのさ、背中のさ、ここいいよね。ここ、あ、いいよね。ゲームオーバー、いいよね。俺紹介するの忘れてたんだけど、うん、これどこのだったっけな。これリッスンフレーバーってところか、いるいるいるの、多分いるいるいるだな、これは。うん、かわいいね、それ。カチューシャなんだけど。似合うね。これあったかくてめっちゃいいのよ。あのね。これいいよね。めっちゃいい。ただ、これつけて、動画喋ってると自分の声もね、あんま聞こえないから。そう、めちゃくちゃね、耳隠れるもんね。そう。あとこれね、これはね、めっちゃ可愛いんだけど、個人で誰かが作ってるやつをまた探してポチったやつだから、どこに売ってるか分かんなくて。なるほどね。可愛いですね。まあ可愛いね。はい。まあこういうのをね、あの、うん、いろいろ組み合わせて、まあサブカルはやるんだよ。こういう羽な、サブカルの象徴、ね、まあこれはね、いつも着てるから、うん、もう。はい、ということで何着目か忘れたけど、続いてはこちら。なんか可愛い。猫っぽくない？うん、まあ、猫についてるしね。そう、この耳がね、結構逆立って可愛いんだよね。まあ、これを姫にかっこいいセリフ言っての時に着てたやつで、これがどこのかをなんか知りたいって言ってた人がいて、でもごめん、これだけは多分売ってなくて、フェイバリットっていうこういう可愛い服を売ってるサイトの、そこのサイトいろいろな人たちとコラボしてて、そのコラボの中のやつの一着で、なんか予約制みたいな感じだったから、すぐに買える感じじゃないから、これはね結構可愛いんだけど売ってないんだ。ちょっとメイドさんっぽいから、ゲスト出勤と かこれにするか、さっきのゲームオーバーのやつにするか迷ってて、結局ゲームオーバーにしたんだけど、あ、そのぐらいね結構可愛いんだけど、着替えるのがねめっちゃ大変なのよ。めんどくさかったっしょ、うん、これもうちょっとね着替えるの楽だったらもう満点。それベルトみたいなのが尻尾になってるのめっちゃ可愛いよね。あ、ね、これ可愛いよね。これめっちゃ可愛い。それうん、それつけるところミスってるけど俺。あ、めちゃくちゃずれてるわ。めちゃくちゃずれてるめっちゃずれてたはず。かわいい。でもちょ便利なのがね、うん、ここにポケットあんだけど、うん、タバコがね入れられるっていう、ちょっと便利じゃない、ね、俺にはねそう必要不可欠なんだよいやでもこういうのってなんか服ってよりもさ、うん、結構衣装系に近いじゃん。これは衣装だね。めっちゃいいね。これ衣装だからさ、やっぱこういう衣装系にあんまポケットって入ってないから、まあ、YouTube の撮影するときとか、まあ、これを着る機会があれば結構楽でいいな。ポケットに入るの、うん、全部入れる。全部入れる携帯からタバコから鍵からないからね。カメラも、まあ、ちょっとじゃあもうすぐ終わるんで、はい、早速着替えていこう。それではレッツ。はい、ということでね、もう本当に最後なんですけど、まあ、最後はディアマイラブさんのサブカル系ジャージ。これなんかすごいね。これはもうザ女の子な感じする。確かにこれはそうだね。色味もね他の水色とちょっと違って薄いんだよね。そう、だいぶ薄いね。白っぽいもん結構。うんうんうん。なんかこれちょっと待ってね、着替えるわ。はい、でこっちがねニーハイバージョンですね。俺はね結構ニーハイバージョンの方が好きで、なんか足がめっちゃ出ちゃうから、なんかこっちがね結構いいなって。これはね結構好きで、これだったらプライベートでも多分着てたな。これもねちょっとサブカルっぽいね。なんか魔法少女というか。あ、そうだね。なんか私服っぽくもなければ、うん、衣装、うん、チャイ衣装だけど、うん、最悪金の音がありますで、これね、足の裏もね、可愛くない？これ。うわ、肉球。結構どこで買ったんですかっていう人多いと思うの。これは多分 Amazon で売ってる。Amazon なんですね、これ。そう、肉球2杯とかで調べればね。歩きづらくないの？結構ね、足つぼになるかも。そうだよね。じゃあちょっと最後もう一回着替えていくわ。はい。はい、ということでね、ラストですね。ラストこちら。可愛い、それめっちゃ。これ可愛いよね。耳になってんだよ。あ、ウサ耳か。そう。垂れてんだ。
めちゃくちゃ可愛い。これ可愛いよね。なんかこれもね、あんま着る機会がないんだよな。フード系似合うね。なんか結構思うのが、サブカル系ってショートボブの女の子って感じするじゃん。うん、俺ロングなんだよ。そうね、エクセ取ればショートなんだけど、うん、今度ショートで行こうかな。一瞬ね、なんか地毛だけで行っちゃえば一回ね。それはありだよね。このぐらいにはなったから、うん、ちょっと見てみたいかも、俺ショート。お、金髪ショートとかやってよ。え、そしたら、嫌だよ。なんでだよ。俺、ふざけんなよ。俺、ブリーチさ、もう8回、7回ぐらいやって、黒染めで生きていこうと思って黒染めしてさ、この間も黒染めしたばっかなのにさ、こっから金髪なの。もうそれはやばすぎ。一番好きだから、俺、金髪ショート。お、そうなの、うん、俺、3年前ぐらい金髪少女じゃねえや。金髪少女まあでも、黒髪のショートボブにしてみようかな。うん、2月限定で。多分動画が出るのは2月後半から3月中旬ぐらいか。うん、あの再生数爆伸びしまくって。え、もうそしたら俺、うん、もうエクセつけない。うん、まあということで、今日もありがとうございました。リンペも今度サブから着てみよう。え、ちょっと着てみようかな。一回着てみる、せっかくだし。あ、最後に、うん、あ、いい。ありだね。じゃあどれがいい。え、じゃあ最初の白白にしようか、白青の。じゃあ、どうぞ。あ、じゃあ、行っちゃいましょう。ビフォーアフトっていい？はいよ。でもジャージなんて着るよ。今日は落ち着いてますね。はい、デスベアっていうブランドです。おすすめだ。じゃあ、着替えます。レッツゴー。てってるー。へい、完成したね。でも可愛い、めっちゃ白。めっちゃ可愛いね。え、なんか白珍しいし、しかもなんか白系になると一気に女子感増すね。うん、サブカルいけるかもな。いけるね。じゃあこれもらおう。え、いいけどめっちゃ汚いよ。マジでマジでこの辺とか汚すぎる。はい、ということでね、今日も皆さん見てくれてありがとうございました。うん、着れてよかった。着れてよかった。やっぱサブカル可愛いなってです、ね。まあ今日は青系とか白系のサブカルだったんですけど、まあ他にもね、いろいろあるんで、ちょこちょこやっていけたらいいなって思ってます。それではね、最後にチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた会いましょう。